右でねぶつかってるって見えねえ、せっかく来たのに全く見えねえよ。で、あそこに見えましたね。ああ、多分あれだよな、あのタイヤしかちっちゃいね、こういう時計13インチとか14インチもなさそうなちっちゃいタイヤでしたけど、多分あれかな、バイク用かなんかかな。で、言っとったらここでね、なんかここって伏線なの？あ、ではない、単線ですね。線路は奥に回って、だから工場運用とかで使うときはきっと横のやつを使うんでしょうね。工場から運んできたりするらしいですから。なんだっけ、日本車両かなんかがあるんでしたっけね。さあ、なんて言っておったら見えてきました。もう電気も消してあるんですね。だって来ないですもんね、5時から電車来ないんだから電気つけてもしゃあないですもんね。はあ、いやー、やってきましたよ。まさかまさかで、ついにやってきました、東名古屋港です。はあ、もう真っ暗、一っ子一人いやしね。そりゃそうだ、もう終電が終わってから3時間近く経ってるわけですからね。ましてや、でも通りの工場は動いてるのかな、休んでないのかな、わかりませんけど、基本的にはもう正月休みに入ってるところですからね。通勤客もいませんし、そりゃこうなります。でしかもね、この先にね、その輸出向けのね、電車をね、輸出したりするときに使う、線路が、専用線が伸びてるんで、車止め標識もないんですよね。このそのまま海で増えて繋がっちゃいますからね。ですね。ということで一応やってきましたよ、東名古屋港駅ね。さすがにもうね、閉まってる時間なんで中に入ると悪いと思うんで、一応有効な切符を持ってるんですから、権利は入る権利はあるのかもしれんけど、まあ入ってもね、しゃあないですね。入らないようにしとこうと思います。で、一応ここでターミナルということですね。まあないですけどね、ここは。この先もずっと続いてますからね、線路自体はね。ただ電画線はここまでしか来てないんですね。ここから先は機動車で送り込みをする場合は機動車で送るっていう感じなのかな。こんな感じね、夜の東名古屋港駅、なんの需要もねえよこんなところにね。はい、こんな感じですよ。さあ、でもバス走ってるな、どこかに。あそこにバス停がある。あそこからだったらあれじゃね、向こうの方だから暑さの方に行くよね。ないかな、バス。歩きはもう今の道歩くの嫌よ。よし、ちょっと歩道橋を渡って、すごいな、立体構造ですね。電車とトラックが何倍か行き交うんでしょうね。電線近っ、はすごい張り方してますね。手伸ばしたら届きそうですけど、まあちょっと感電すると怖いんでやめときますけどね。今回も全部決まってほしい。でもここに一応踏切はあるんですね。
情報収集するときなんかはここのピーフンキーが鳴る。でも遮断機はねさすがに用意してないって感じで。ですからこれ何点でしたっけ、第3種噴気でしたっけ、ね、警報器だけあってバーはないよっていうタイプ、まあレアですよね。あんまり世間一般にはないタイプですけどね、まあ、間違いなくこれも踏切ではあります。で問題はこれ県道なんだ、225個、そこにバス停がある。あ、でも向こうがバス走ってるってことあるぞ。これここが鳴尾車庫に行くやつよね。ってことは、ここ反対ワンチャンあるぞ。これここが大江町なんだ、一緒の大江町の扱いなんですね。どうかな、なんか注意書きが貼ってある、正月特別迂回の1日からね、迂回運転をするらしいですね。交通規制かかりますからね。で、違う、大事なそこじゃない。ここから、神宮東門、神宮東門って言ったら多分もう、ほぼほぼ暑さの駅前ですよね。よし。で、何時まである今、20時20分。こちら、20時。30分ある。よしよっしゃ。生きて帰れるぞ。なんで8時台だけこんな5本回してるの。ありがとう、よかった。決まった、名古屋港の方にも行くやつもあるみたいですけど、まあとりあえずね、多分これで神宮東門って言ったら、もう駅の近くのはずなんで、よしで21時、なんとか22時台には帰れそう、よかった。ちょっと安心したところで、電車待ちましょうか。どっちでも大丈夫ですね。もし平日運行だったとしても27分のが来ますからね。よしよし、ここは始発ですね、名古屋の。場所確認しとこう、まあスクショ貼っときますけどね、見てこれでいいや。もう名前こそ違いの駅の真ん前、よーし神宮まで来ればもう大丈夫だ。よかった。10分ぐらいやったら全然大丈夫です、待てます。よしで桑名まで帰ってきましょう。しんどかった。まあせっかくちょっと多分ここから神宮からね、名鉄の駅とかあっちの方に行くと多分すごく混んでるでしょうから、まあここでねちょっと一息ついたところで総括しましょうか。いやーまあなんとかね、まあなんかちょっと夜行駅だけちょんぼ感が凄まじいですけど、なんとかまあ全域制覇いけたということでですね。いやーしんどかった、結構危なかったな。まあしんどいというか、まあ1日目も2日目もね、スタート遅れたのがやっぱ痛いですね。やっぱ朝から回らないときついですね、この企画は。ですから、ね、あんま道中のねなんかちょっとぶらついてみたりとかがねほとんどできなかったんでね、それがちょっとかなり低いですけど、でもまあ言うてなんか、瀬戸のね、中華料理屋さんも美味しかったし、どこでしたっけ、あそう、高和冷気、高和で食べたカレーも美味しかったですね。ちょっとあそこのカツ丼カレーちょっとまた気になるかな。またちょっと高和の方行きたいですね。そう本当ならね、タスケトヨー駅でねターミナルっていうのも考えてたんですよね。実は、ね、JR の
あの愛知県にあるあの松田駅って竹豊駅だけなんで、あとは全部ね、あの最近の隣の県とかでずっとつながっていってるんでないんですよね。JR は少ないんですよね。あの基本的にあの施設みたいな路線も気づき方しないんで、支線があっても結構、ね、本線と本線の間をつなぐ支線みたいな感じのが多いですからね。三重県内も2駅しかないですね、いう感じでしたから、っていうことなんでね、夜かなと思ったんですけど、でも半田駅の方でね、貴重な明治時代の明治19年って言ってましたね、貴重なやつも写すことができましたし、いい旅になったんじゃないですか。わったわったした割にはなんとかまとまった気がする。もしかしたらこれね、なんか移設するみたいな話になってましたから、アップロードするころにはもうね、駅にはないかもしれません。もうね、多分建て替え工事やるんですよ。あの駅舎ってわけじゃないでしょうかね。完全に仮駅舎、プレハブ駅舎って感じでしたからね。そのあたりがね、どうなっていくのか、ちょっとね、見守りながらやっていきたいなと思いますということでですね、あとは多分もう無言で帰っていくと思うんで、もうここで閉めちゃってもいいかな。まあ電車乗ってね、一応桑名駅で最後の挨拶をして、閉めるような形では持っていくと思いますけど、もう疲れたね、ここからは多分うとうとしながら行くと思いますんで、あとはバスの人にねちゃんと見つけてもらうっていうのが大事な仕事ですからね。おい、なんやこんな時間にこんなとこは乗りやと乗ると怪しいぞとかって、見なかったことにしようというね、されたら困りますからね。死活問題です。この辺りもね、明日以降はね、もう熱田神宮めちゃくちゃ混みますから、多分すごいねことになると思いますからね。30日の今日のうちにね、まあ、私は1日ずらせばね、全然こんな風にね、のんびり回れますからね。それにしても大江もすごいですね。大いいですもんね。数より短いですよ。白髪カラーで書くよりアルファベットで書いた方が短いってどういうことよ。あとどこでしたっけ、どっかでも似たようなこと言ってたよね。あ、高駅か。高はでもね、白髪で2文字であれですからね。KO、こっちは OE ですね。はぁ、OE。この時間にこんなところにバス走らせてくれるって本当にありがたい話ですね。ちゃんとありがたく、しかも市バスやから200円で行けるか、ありがたい。ちなみに野島は曲がった先とここのところここなんですね。やっぱり曲がってくるのか、こうやって曲がってくるのかな。じゃあ曲がってくるやつを待ちましょう。